はい、こんにちは、のぶたろうです。今日もデトロイトの実況7回目をやっていきます。7回目でよかったよな、多分合ってると思います。はい、じゃあ前回の続きやっていきます。サイバーラインに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか？いえ、行きます。ちょっと止まってたってことかな。容疑者自もなんか新しい事件がってことを言ってたんで。あまり近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。まったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで捜査してられるか。お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか？目を閉じるだけでできるんだな。そうです。へえ、便利なもんだな。お、なんかありますね。見落とすとこだった。羽かな。瓦葉と様々な種から形成。やっぱちょっと探し、やっぱいろいろちょっと歩き回っとくべきですね。こんなもんか。すみません、開けろ、デトロイト死刑だ。強めに。下がってろ。はい。これアンドロイドが前に出た方がいいんじゃない？人間が行くより行こう。どっか他のとこから出てくんじゃないの？俺もこんな時に、こんな時に読んじゃう？大丈夫？レッドアイス麻薬やったっすかね、確か。まあ読んじゃおう。レッドアイスの蔓延。デトロイトに麻薬の脅威。レッドアイスとして知られる合成覚醒剤はデトロイトの貧困層で広く使用されている。アナリストはデトロイトかアンドロイド発祥の地であることから、アンドロイドは人間の職を奪ったことへの不満がドラッグを蔓延させているのではないかと指摘している。社会学者のジュリアン・カーター博士もアンドロイドのつながりについて言及している。サイバーライフ社のアンドロイドが国中に広まればレッドアイスを蔓延するで、消費神経を立てている貧困層の男女ほどドラッグ使用者や倍になりやすいと言えます。ドラッグの急速な人気拡大も問題だが、さらには問題視されているのはその化学成分だ。レッドアイスの活性剤にはアンドロイド用ブルーブラッドの主要成分であるシリウム、ちょっと、あ、なんか重要っぽいですね。レッドアイスの活性剤にはアンドロイドブルーブラッドの主要成分であるシリウムが含まれており、ホルモン生成を著しく、ほう、ホルモン生成を著しく不安定にする効果がある。アンドロイドに殺された人はレッドアイスをやってたから、それちょっとおかしくなったってこと？いや、なんかもっとありそうだな。状況悪化するべきだろうと述べた。レッドアイスの成分純度は非常に低く、もっと低いものも出回っている。アメリカ最大の麻薬産業の成長は止められないだろう。レッドアイスの売人は仲間内でこう言ってるそうだ。青い力、赤い氷と緑の金。ちょっとわかんないな。ミゾンハリケーン、地球の限界。ほうほう。穴鉢が絶滅。環境保護活動家は地球温暖化が取り返しのつかないレベルに到達することを意味する臨界点について長いこと警告していった。科学者によると状況はついに臨界点を超えてしまったようだ。地球の熱帯雨林は2000年から 79% も減少しており、サンゴ礁は 58% も減少した。多数の州で沿岸沿いの町が水没するのを防がねばならないほどに極氷が溶け、海面が上昇している。こうした冷却要素が減少しているだけでなく、今や大中の
二酸化炭素はもはや地球が吸収できる量ではなくなっている。温暖化か。最近暑いのとか関係あるんですかね。めちゃめちゃ暑いですよね、外。もうマジで外出たくないレベル。この研究で長期間にわたって多くの人が予見していたことが証明されましたが、真の悲劇はエネルギーから鉱石に至る天然資源減少の連鎖であり、これらの資源は今や枯渇寸前で代替不能だということですと地球環境局の責任者をジェイソン・リース氏は語る。多くの環境保護活動家はリース氏の発言が人々が行動を起こす妨げになっていると批判している。しかしながらリース氏は現状を受け入れるのは重要なことです。地球の気温は上昇し続けています。問題とすべきはそのスピードですと反論していると。はいはい、読んじゃいますね。こういうのはやっぱり仕方がない。もうだいぶね、名前ハンクだったっけ、刑事のハンク・アンダーソンだったっけ。だいぶもう先、普通だったら今の時間にだいぶ先に行ってるはずだけど、待ってたね。おお、じゃあクソ、なんなんだこりゃ。カラス、ハト、あ、さっきのハトか。ああ、たくひでえ匂いだ、畜生。はいはい、いろいろありますね。近場から調べましょうか。とんだ無駄足みたいだな。もん、ルパート・トラヴィス偽装運転免許証。偽造の運転免許ですね。そうか、忠告はあったな。こっちにも何個か分かりましたね。ミリタリージャケット古着 RT のイニシャツ。 RT イニシャルでしょう。ジャケットに自分のイニシャル、幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。こっちにもあります、ね。なんだこれ、気持ち悪い。息が詰まるぜ。サンプルを取る。あ、そっかそっか。ブルーブラッド。はい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 。あれが早いんだよな。消えるの。あ、これは LED。 はい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 、取っちゃった。シンクに LED が。変異体か。そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。これなんかよく見るな。変異体、どういう意味だ。変異体のとこでよく見るな。 RA9 2471箇所も壁に書かれています。オーティスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。さっきのマーカスのところもなかった。なぜこんなに取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。迷路、あ、なんだこれは。はい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 。ここは？なんか引っか、あ、違うか。これは？あ、ちょっと待って。蓋の開いたマーカーペン、まだ閉めてる。最近使用された。再現。そう、最近までここにいた。ああ、これに乗って書いてたってことか。リビング、なんで逃げた。あ、さっきか。はい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 。ああ、さっきね、ノックした時のやつね。リビング、まあリビング行くのがいいんでしょうけど、まあ近場にあるんで、ここを先に見てみましょう。
野生の動物に興味を持っていた。まず冷蔵庫ですね。まあ、いるんでしょうね、またどうせ。あの屋根裏の時に。もう鳩は勘弁してくれ。食事をとってない。まあまあアンドロイドだってことね。変異体。なんかありますね、ここに。あ、なんか指紋がありますね。鳥類、糞の痕跡、指紋。これは？これはなんだ？一回切り、最近のもの。鉄のフック、うん、何があった？ミスティックでカメラを動かす。あ、はいはい。はいはい、さっきね、玄関に行ったってことか。よいしょ、我々の侵入に気づいた。あー、またか。また屋根裏か、これ。またか。また一緒じゃん、さっきと。はいはい。でも先にこっちにもなんか来たかな。ないか。行っちゃいましょうか、屋根裏。神の本で、ね、俺以外にもこんなの持ってるやつがいたと。まあ先にこっちを。電子書籍ってやつは紙の匂いも。都市農園のポスター。うん、どこだ、どこに何がある。リサイクル最近剥がされたと。ほう、それにページも色褪せないだろ。あ、ここにいるじゃないよ、ね、お前には理解できないんだろうな。屋根裏だもん。なんだこれ。また宗教的な鳥の餌。おい、ちょうどなんかあったか。ええ、多分ノートのようですが、ただ判読できない。さあ、容疑者をじゃあ追いかけましょうか。また屋根裏へ。アンドロイドは屋根。おーっと、本当にムカつく鳩だぜ。何ボケっとしてるやつ。おい、とうとう。あ、これはちょっと急がないとっていうか、ちゃんと操作しないとやばいやつ。おお、なるほどなるほど。早いが、あー、ラクダが残る。早いがリスクを取る。どこだ、どこ行った。やべ、全然バランスの取れた経路行きましょう。あー、すごい。おっと、よーしよしよしよし。あら、どこ行った。混み合ってるのはちょっとダメだね。こっちだ。いいぞ。おっとっと、どこ行った。やばい、超絶見失った。嘘だ、最悪だ。やつはどこ行った。逃げられました。もう、くそ、面白かった今の。捕まえられたのに。もう一回やりてえな、まあ、今の。いいさ、気にすんな。面は割れてんだ、捕まるだろう。さあ、ほら行くぞ。やっぱコナーの会が面白いですね。もう野菜は見飽きたからな。
ありえないことです。失敗はプログラムにありません。え？なあ、お前はミスしたんだよ、人間みたいにな。いや、参った。面白い。あー、ちょっと臨場感あって非常に面白かったな。でも結局逃げられた。大事なとこ全部失敗してんだよな。本当にハンクと花ハンクに、ああ、なんかいろいろルートがあったのかな、やることがあったのかな。ハンクにし、ああ、そっか、これあれか、真実を伝える、これちょっと難しかったもんな。あ、日記を見つけるっていうのはこれ結構大事な分岐点だったのかな。ほう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 、いいですね。手を見つける、羽を調べる、日記を見てなかったらこの下に行ってたのかな。ルパートを見つける、ルパートを、ルパー、そう、見失ったのがちょっときついな。捕まえたかったな、これ完全なミスでしょ。ルパートを見失う、キューパーってめちゃめちゃ下手いじゃん。もうマジかよ。フレンド最近ちょっと友達が始めたんですけど、ここのルートには来てないのかな。これも見れるのちょっと楽しいですね。よし、続き行きましょう。ああ、マーカスの話か。コナンの話がいいな、俺。あなたたちは逃亡者、君と同じだ。あら、俺はジョッシュ、サイモンだ。ノースよ。ちょっと早い。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。あいつ屋根裏のやつじゃないよな、気のせいかな。自由、生き延びるために隠れる、それが自由だっていうのか。人間は残忍だ、生き残るには隠れるしかない。安全な場所なんてどこにもないわ。ここにいることがバレれば殺される。道しるべについて。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたのか。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコだ。あいつが仲間や。君の気持ちは分かるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。率直な意見。何かが起こるまで待つだけ、そんなのは自由じゃない。まあね、隠れて暮らしてるだけだもんね。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ。こんなにもいるんだ。好きなだけここにいるといい。こんなにもいるんだ、アンドロイドの自我を持った人たちが。ルーシーだった、きっと助けてくれる。ルーシーとは？休む、ルーシーを探す、ジェリコを探索する。まあまあ少しずつ喋るのかな、これは。違うな。あ、人間は死ぬことを怖がっている。怖っ。死んだ後はどうなるの。あ、ちょっと鳥肌立つ、やめて。さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬ。数秒。あなた名前は？マーカス。会えてよかったわ、マーカス。死んだ。ちょっとなんか知んないけど鳥肌立っちゃったな。
主を探す。いいのかな、火起こしちゃって怒られない。ん、ちょっと明るくな、明るくもなってないな、そんなに。こっちから行きましょうか。ボロボロだな。なんか隠れて自由に過ごしてるって言ってる割には。僕ひどい状態だろ。ひどい状態、ひどい状態。プログラムももう動かない。全然幸せそうじゃないけど。ところで結果は変わらないけどね。何があったんですか。車の後ろに縛り付けられてね。ひどい。人間の暇つぶしさ。シャットダウンするのは、いや、死にたくない。死にたくないってもう完全に。でもこれを模倣、模倣、ただの変異体って言うんでしょうね、この人たちは。まあ、どう見てもそう、どう見ても感情がね、自我が芽生えたようにしか見えませんけど。キャッチボールやってます。楽しそうですね。と思ったら一人？壁当てか。あ、綺麗だ。あ、さっきのやつか。ジェリコについて。一体誰がここ？今じゃ誰も知らない。うん、もうだいぶ前からだけどね。誰であれ、この船のどこかに眠ってるんじゃない？部品とブルーブラッドが足りないのに、なんで誰も手に入れようとしないか。確かに。外にも出たくないんかな。簡単に言わないでよ。サイバーライフのお店に買いに行けっての。それにジェリコを出たがる人なんていない。ノースってなんだ。ここに来る前はどんな仕事。あ、こいつの名前。余計なお世話。ああ、激怒、怒っちゃった、怒らしちゃった。これダメな選択かな。安らぎが欲しいならよそに行けば。いや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 、マーカスは安らぎなんか多分求めてない感じと思いますけどね。これはもう止まってんのかな。箱にはもう何も入っていない。これ部品とかかな。分析。サイバーライフ、サイバーライフ倉庫のある港、ミシガン州デトロイト西なんとか。ルートを計算中。ああ、ここに取り行くってこと。ん、探索し終わったの。とりあえずはルーシーでしょ。多少明るくなってんのかな、これで。ちょっとさっきのノースを怒らしたのはちょっとなんかちょっと痛いですね、あれは。こいつかな、子供。こいつ、あいつじゃないよね、屋根裏にいたやつじゃ、殺したやつじゃ。気のせいかな。もう顔、いらなくなったからって捨てられたのさ。外人の名前、外人の顔わかんないんだよね。路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど。ジョッシュ、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。おお、なんか火起こしたとこに集まあら、さっきいたっけこいつら。火起こしたら集まってくんのかな。あ、こっちもなんか、あ、こっちも火起こせるってことか。
行こうかな。ああ、また火か。火を全部起こしたら出てくるのかな、さっき言ってたもう一人探すって言ってたやつが。名前なんだったっけ。ルーシーか。いないね。あ、上とかかな。あ、こっちにもなんか道がありそうですね。結構広いのかな、中。おお、これっぽいな。明らかに怪しい。ん？これ頭どうなってる？あなたがルーシー。おお、黒目怖いな。グールみたい。東京グールみたい。座って。座る。見せて。見せて。止めてあげましょう。これなんか、あそこ別に熱くはないか。くっつけるってことかな。おお、これって本当になんのかな。よくなんかね、いろんな映画とか漫画とかで見るけど、相当熱そうだけど。消毒かな。あ、違う。飲んで。貴重なんじゃない、ここでは。かなり飲んでいいのかな。全部飲んじゃったけどいいのかな。手を出して。怖いなこいつ。全て持ち、全て失い、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。なんかすごいすごいことをお願いされてるような。サイモンに計画を提案する。まあまあ取りに、パーツを取りに行くとかそういうことかな。これ上とかは登れないのかな。あ、人いるね。ここも登れないよね、多分。ああ、こいつか。まあ、先話すか。サイモン、修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろ。かもな。でも何もしないよりはマシだろ。やりましょう。お、試す価値はある。ノース。わかった。チェリコは誰だったっけ。まあまあここはみんな行ってるところで、まあまあここは何も特に面白いことなくって感じですね。
続けましょう。38年11月6日。お、いいですね。コナーの話ですね。好きですよ、ここ。あ、またあっこだ。この庭園みたいなところに来ちゃった。ちょっと今回はぐるっと回ってみましょうか。ねえ、ちょっとこっち側から行ってみようかな。あ、これでなんか、あんのかな。こっち行ったらあれだから。あれ、こっち行ってみようか。いるな。違う、すぐ会いたいわけじゃない。でもあの黄色いマーク出てないし、ちょっとどうなんだろうね。ここでもとりあえずあのなんか手を、そうそう、これがあってね。あ、ちょ、黄色いマーク出たな。うん、これが何なんだろうと。前手を合わせたけど何も、逆じゃないって、左手じゃないか。何なのかが分かんないよね、これ。何だったんだ。まだいけんの。もういいか、一緒か。あとなんかこういう機械があと2、3個あったりするんじゃないの。この前は、すぐもう、何だったっけ、アマンダに話しかけて終わっちゃったけど、ないのかな、あるのかな。アマンダはここでしょ。これ真ん中になんかないのかな。そうだな、ちょっとぐるっと回ってみましょうか。黄色いマークはちょっと遠かったら見えないのかな。ということはこっちにも何かある可能性がまだあるのかなと。こっちアマンダでしょ。あ、もうこっち行けない。あ、もう何もないんだ。何かありそうな気がしたけどね。走れないのかな、もどかしい。こんにちは、アマンダ。コナー、待っていましたよ。少し歩きましょう。信用できる人ってことかな。信用、あっこにたまにいろいろ中立とか信用とか出るけど。傘でかくない。あの変異体は非常に興味深い。捕まえられなくて残念です。あー、下がった。合理、あー、間違い認めましょう。おっしゃる通りです。私の力が及ばず。鳩のやつかな。あら、なんか今の答えおかしかったか。収穫はありましたか。それね、日記が気になるね。日記を見つけましたが、読めなかった。暗号化されていた。解読には数週間かかります。数週間で終わるの。他には。あと壁の、いつもの壁の、ね、壁一面に迷路のような絵やシンボルが書かれていました。他の変異体同様、RA9 に執着していたようです。調べてないとこの選択肢は選べないみたいな感じかな。あと少しで変異体を捕まえられたというのに。まだ言うか。警部補との関係はどうなりました。あんまり良くなってないんだよね。コナーが破壊され入れ替わるのを受け入れられないでいるようでした。人間は死に対処するのが苦手です。そうだね。
また同じことが起これば苦労するでしょう。知らないように。時間がありません。変異は広がり続けている。時期に世の中にも知れ渡ることでしょう。何としてでも止めなければ。必ず私が事件を解決します。お任せください。新しい報告が。アンダーソンを探して捜査しなさい。コナーもちょっとおかしくなってきてる。気のせい。いいなこのタクシー。無人っていいよ。運転もこれされてるってことだよね。警部補の家かな。はい、じゃあ今日はここで終わります。まあちょっと最初がね、マーカスのあのイラあマーカス今回はマーカスやってないんだっけ。これコナーか。コナーのあの犯人を追いかけるところめちゃめちゃ面白かったな。ちょっともう一回やってちゃんと捕まえたいなって感じですね。ちょっと臨場感あってすんごい楽しかったです。でまた近々新しい動画撮っていくんで、よければチャンネル登録して次の動画も見てください。では最後まで見ていただきありがとうございました。信太郎でした。